休むしかないよ、もう。頑張りすぎの副作用だね。薬の副作用だったら意外と。薬っていうか、ビタミン剤の副作用だ。元気が出るけど肌がついていかないね。肌だけ。だから直接悪くなるわけじゃない。ついていけなくなるのどっか。剥げないか。うん、おいしいおいしい、抜群のうまい。冷たいだけでおいしいやろ。訃報です。ミスター政治改革とも呼ばれたハタツトム元総理が今日午前、老衰のため都内の自宅で亡くなりました。82歳。息子さん一緒に住んでない。元総理は1969年ハタさんいるじゃん、息子が政治家の。政治改革では小選挙区制度導入に積極的でミスター政治改革とも呼ばれました。93年の宮沢内閣への不信任案に賛成票を投じ、小沢一郎氏らと共に自民党を離党、新政党を結成し党首に就任しました。翌94年に第80代内閣総理大臣就任を果たした。政権発足直後の混乱で在任わずか64日間。政経だったっけこの人。政経か政経。2012年に政界を引退。翌13年には総括副賞を受賞した。安倍さんと同じかな。安倍さんはどっち政治やったかね、政経やったかね。安倍さん政経じゃんね。鈴木保奈美さんと一緒で政経、お坊ちゃま大学。警察は午前9時半前、横浜市南区のマンションの部屋で、この部屋に住む90歳の女性が首から血を流して倒れているのを訪ねてきた娘が発見し、119番通報しました。女性は病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。警察によりますと、女性の首には切られたような傷があり、跡があり、現場には血のついた刃物が落ちていたということです。警察は同居していたとみられる親族の30代男性が事情を知っているとみて行方を探していましたが、今日午前、男性を横浜市中区で見つけて身柄を確保し、現在事情を聞いています。これもうない。ロンドン世界陸上の男子50キロ競歩で銀メダルを獲得した陸上自衛隊3等陸尉の新井博之さんが今日、小野寺防衛大臣にメダル獲得の報告を。あ、新井さんというのは自衛隊だったんだ。これビッグカメラじゃないじゃんね。もう一人の人がビッグカメラ。もう一人の人。知ってる知ってる。あれ、あれよ、新宿じゃない。池袋って。マジでメガネ降りる超イケメンの人やろ。イケメンかいね、あの人。すごいイケメン。小柄の人、この人に聞いて。また、新井さんが東京オリンピックに向けて小林なんとか書いて。ごちそうさま。